かげすみません芸人ブンブン丸です。よろしくお願いします。お願いします。というわけで今回のテーマは京都でございます。京都、福岡ならではってことね。そうです、というわけで福岡でいい思い出を作ってもらう自由のために屋台に行きたいと思います。お、僕はこれをします。お、似顔絵を描きます。そういうボランティアで戦うということですね。はい、やっていきましょう。彼もともと博多織でデザイナーやっておりましたんで、ね、デザイナーやっておりましたんで満足してもらえるんじゃないかなと思いますよ。頑張っていきましょう。さあ福岡市内にはね、150店舗屋台があるんで、めちゃくちゃありますから今から150店舗回りましょう。回りませんよ。というわけで山田さん行きましょう。行きましょう。屋台があるんで行こう行こう。はい、というわけでね、早速やってきました。こちらともちゃんにお邪魔して山田さんに似顔絵を描いてもらいたいと思います。行きましょう。じゃあ行きます。はい、こんにちは。はい、いらっしゃい。はい、いらっしゃい。お邪魔します。はい、いらっしゃい。お客さんもたくさんいますけども、今日はですね、こういうことを僕らボランティアでやらせてもらってるんですけども、はい、皆さんどちらからお越しですか今日は。大阪です。大阪、富士山は仙台から。仙台から。あ、屋台を皆さん楽しんでいただければ ね。でもまだちょっと困ってるじゃないですか、まだ福岡の思い出が足りないっていうことに。ね、どうですか、福岡で大人気の絵描き芸人、似顔絵描いてもらうっていうのは。あ、お願いします。いいですか、行きましょう。ぜひ。いや、ちょっと緊張するわ、これ。じゃあ、どうします。はい、あ、描きやすいかもです。こんな顔や。眉毛もね、特徴がありますね。いや、でも、ここの屋台来るってことは、当たりにいますか。当たりなの。僕らの大先輩、原大さんも訪れますからね。めっちゃ緊張するわ。あ、出来上がったみたいです。はい、できました。じゃあ、ちょっとでも似てたら。行きましょう。いやいや、じゃあ、失礼します。こちらです。これすごい似てるな。これすごい似てる。いや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 、もう。ありがとうございます。おお、素晴らしい。はい、これ即興で描けたらね、素晴らしいですから。この絵どうしましょうか。これも1000円ですね。プレゼントしましょうか。いや、すみません。ありがとうございます。ありがとうございます。持って帰るの大変でしょうけど。いい思い出の方は作れましたか。はい。ありがとうございます。シャツですよ、これは。ついに来ました、シャツが。シャツね。じゃあもう皆さんの思い出作れたということでね。またいろんなとこ回って、はい、回ってまいりましょう。ボランティア続けていきます。ではまた見てください。